まあ4年ぶりぐらいですかね、はい、記念とか F1 合戦がないってことですか。そうですね、確かにずいぶん前に高橋大作さんと F1 の準決から取ったのか。そうですね、はい、ないからだったかな。イレギュラーな日大ラインだった。まあ本当久しぶりですね、大学の、まあ、大学の時はずっと走ってたんですけど、まあ、その時はやっぱりね、まあ、この宿これもなかったし、まあ、汚いっていう言い方おかしいけど、まあ、古いちょっとレトロな感じの競輪場だったんでね、まあ、それから比べればすごく綺麗になったし、新しくなったし、すごい今華やかですね、相変わらず。それは感じますね。学生時代の例えば練習っていうのはどういう感じだったんですか。僕ら朝4時45分に起きて、はい、で5時から朝練習だったんですけど、でそこからそこはまあ八幡山にあるんですけど、合宿所が、はい、そこから慶応学校に乗ってきて、で慶応学校で練習して、はい、で7時2時間ぐらい練習して、で7時半ごろにここ出て、で、まあまあ、世田谷通りって混む道があるんですけど、はい、世田通り通って学校行ってすごい大変でしたね、まあ、朝しか練習、ま、ないんで、大学は午後は自主練なんで、まあ朝は忙しかったですね。それやっぱり、まあ、もちろんサボれないわけですよね。サボれないですよ、だって寮なんでサボりようがないですよね。あれはまあ本当に大変でしたね。大学の時思い出すとよくやったなと思いますね。そうなんです。本当によくこんなこと毎日毎日やってたなって。今度のそれこそリオ五輪がありますけど、東京五輪くらいに今高校生を見ている立場からすると、はいはいはい、日本の選手でそういう育てるみたいな土壌っていうのは今結局は7年後なんで、こう、まあ、新田優太君とか、まあ、勝成君とかがね、7年後オリンピックに出てるっていうスタンスっていうか視野がやっぱ見えないじゃないですか、うん、やっぱり可能性としてあるならばやっぱ今の高校生だったり、うん、まあ、今の高校生が20代前半なんで、だから、まあ、葉っぱかけるっていうよりも決まったんだからお前たちの世代だっていうのは決まった日に言いましたけどね、うん、お前たちがやんなきゃいけないんだよっていうので、お前たちにやっぱり期待するんだからみんなって、やっぱり23歳になるんで、僕もその当時オリンピック出てたんで、ちょうど出た、はい、お前らが今からもう目標はそういうところに持っていかないと、練習のそのあれが低くなるよ、モチベーションが低くなるよって話をしてますからね。楽しみな子みたいな。楽しみですね、はい、まあ、確かに東京オリンピックは、まあ、僕らも、オリンピック出たけどもやっぱりもう一度見てみたいというのもあるし、なんか協力できることがあったらしてみたいなとも思いますからね、東京オリンピックは。さか東京でやるなんてね。生きてるうちに本当に。そうですよね、本当に生きてるうちにですよね。まあでも、嬉しいですけどね。特に小島さんはずっとそういういろんな活動されている方なので。まあでも、本当にこの、まあ、決まっ選手はね、決まってから大変だって言うけれど、僕らは決まってやっぱ嬉しいんで、選手はもう皆さん苦心してますよ、協会の人でも決まった方がいいけど、決まってから大変だって。まあそうでしょうねみたいな、まあ僕はちょっと他人のそうですよみたいな。僕らもチケット、なんかチケットももう予約とかしてるんでしょ、みんな。ああ、もうそうか、ホテルも予約とかないとダメな、東京のホテル結構いっぱいらしいですね、開会式で。日取りは分かってる、ね、ああ、だから結構もう予約が入ってます。7年後だぞ。そうか、いやでもちょっと、ね、現実性というかあれですよ、小島さんのナショナルチーム監督とかが見たいですよね。いや、まあでも今の子がね、本当に現場に出る頃だと思うんで、高校生たちが、そういう意味ではまあ楽しみですけどね、本当に現場に出てオリンピックを全然活躍してもらいたいですけど、そういう意味ではもう本当に僕らじゃないんで、まあやっぱり今のオリンピック選手たちに期待するところもあるんだろうけど、やっぱり次の世代に目を向けないといけない時代なので、まあ、頑張ってほしいですね。まあ、今その高校生、今
すごい強いんで、アジアでも全然勝てる時代なんで、本当に勝てると思いますよ。東京オリンピック自転車競技に関しては面白いと思いますね。もうすごいいい時代ですよね。それも含めてですよ、今回からオリオンから今回は、まあ、本当に繰り上がりとは言いながらも、そこまでやっぱ選んでくれたファンの方もおられるんで、まあ、違った意味で、ね、自分の中ではやっぱりそういうのをラッキーと思わずに、支持していただいたんで頑張りたいと思います。でちょっと高校生たち驚かせて、そうですね、まだまだまあ代表には選ばれないだろうけどまだ譲れないな。いやいや、代表はもう無理この後国体もあるんでね、はい、今月末に、まあ、東京国体あるんで、はい、東京国体あるんで、まあ、場所は立川になりますけど、はいはい、まあ、それも、まあ、今回ね、スポーツイベントで、ね、目白押しなんで、東京。楽しみですよ。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。